はい、えー、こんにちはレトスの大野です4月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます正直なところ、4月時点での勉強の仕方で今年の合否が決まると言っても過言ではありません今月で効率的な勉強を実践できるようにならないと今年の試験に間に合いませんこの4月の終わりまでに 勉強法を確立させまましょう4月が勝負のの時期でですすそれでは本日の3問に入ります確定期限のある債務は期限が到来した時から履行地帯となる。ルか×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは丸ですね。確定期限のある債務は期限が到来した時から履行地帯になります。 これは消滅事項の起算点と同じなんですね。なんで合わせて覚えておきましょう。これはもう2、3回出題している問題なのでそろそろ覚えていただければと思います。消滅事項と履行地帯の起算点の違い。この動画もですね、えー、下記概要欄に URL 貼っておきますのでご覧いただければと思います。一応こちらにね、お知らせボタンも追加しておきますので、こちらから見れる方はこちらからご覧いただいても構いません。 で、確定期限のある債務ってどんなものかイメージできますでしょうか具体例を一つ考えてみてくださいえさっと出てこないというのであればイメージできていない証拠なんですねえこれでは実力はつきませんでは一つ具体例を出します12月31日までに借りたお金を返す義務、まあ、返す債務でもいいですねこれが一例です 12月31日までっていうふうに期限が確定していますよね。返済期限が確定しています。だから確定期限っていうんですね。この場合、12月31日が経過したら履行地帯になります。履行地帯っていうのは履行が遅れてますよ。義務を果たす期限がもう過ぎてますよっていう意味ですね。このようにイメージをしながら勉強することによって実力は上がります。イメージできないと、 試験前になって点数が上がらないっていうふうになるんですね。なんで、そうなりたくない方、また今年の合格を目指している方は、今すぐ理解学習に変えて勉強を進めていきましょう。単に丸暗記で学習していると、ほんと試験前になって点数が上がらないってなってきます。あの、過去問の点数と予想模試の点数、これは上がるんですよ。だから多くの方が勘違いしちゃうんですよね。あ、ちゃんと勉強できているって勘違いしちゃうんです。でも、実際法試験になると、問題文がちょっとイメージできないとか、 問題文が分かんない頭に入れた内容が真っ白になって飛んでしまうっていう風になっちゃうんですよねでそれっていうのはもう日頃の勉強の仕方がもう丸暗記学習だからなんですよ理解学習をやっていれば問題文もちゃんと分かるし頭に入れた内容も忘れにくくなるんですねまた忘れていたとしても問題文から答えを導くっていう手法を使って答えることができたりもするんですよなので合格点ぐらいは取れるんですねまあねあの40何点とかって言って高得点は難しいかもしれないけどもボミスをしたとしても合格点は取れるようになりますので ぜひですね、理解学習に変えていただければと思います。で、問い2ですね。で、問い2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。そのチャンネル登録の隣に、ベルのボタンあると思います。そちらも、えー、合わせてクリックしていただいて、すべてのところを押していただければと思います。これで私が動画アップした時に、通知が来るようになりますので、こちらもぜひ設定してみてください。 で、問いにですね、売り主が宅券業者、買い主が宅券業者でない場合の土地の売買契約の売買を行った宅券業者は、売り主が37条書面は不要だと申し出てきたので、37条書面を売り主に交付しなかった。この場合、売買業者は宅券業法違反となる丸か罰かという問題ですね。 で答えは丸です。つまり、宅建業法違反だということですねえ。37条書面の交付義務っていうのは、宅建業者間であっても適用されます。つまり、売り主、買い主、双方に37条書面を交付しない場合は違反になるんですね。で、これはえ定番の引っ掛け問題なので、絶対解けるようにしておきましょうで。宅建業者間で適用がないものについては、個別指導で解説させていただきます。で、問い3ですねえ。相続により農地を取得する場合、 農地法3条1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定依存により、農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない、丸かツかという問題です。え答えは、これツですね。前半部分は正しいんですけど、後半部分が誤りです。相続とか包括依存、相続人に対する特定依存、これによって農地を取得する場合っていうのは、3条許可不要です。 一方で、今回の問題は、相続人以外のものへの特定依存なんですね。これは、例外ではなくて、原則通り参上許可が必要になってきます。この上記っていうのは、これ例外なんですね。一方で、相続人以外のものへの特定依存っていうのは、例外に該当しないため、原則通り参上許可が必要だということになります。で、このあたりも理解してほしい部分なんですね。なので、個別指導では細かく解説いたします。 しっかり理解学習を実践できれば実力上がりますので理解学習を実践していきましょう個別指導の動画については左上の動画から是非ご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました宅建合格目指ししてて一緒に頑張っていきましょう